横綱白鵬不在の中で両横綱が締めていかなくてはいけないこの秋場所。ちょっとやはり動いた栃ノ心、しかしそれを見越したように春巻き上手は与えない。ただやや胸が合っているか、栃ノ心が上手を探る。春巻きここから出し投げもあります。栃ノ心が巻き替えに行く。この辺りの力はかなりある栃ノ心、振られてしまうと苦しい軽量の春巻きです。止まってしまった。動きたい、攻めたい横綱、逆に栃ノ心はここはじっくりか。春の日が出た。ここぞとばかりに日を見てビンナリ、春馬富士の勝ち。連敗はしません。ここぞと出ていきました。最後まで栃ノ心に上手を与えることはありませんでした春馬富士の勝ちです。